旨味の主成分として世界で初めて日本人がですね発見した旨味でございます化学調味料あるいはう旨味調味料ですねめちゃくちゃ旨いってなるわけですよこれが旨味の正体でなんか味の素食べると舌がビリビリするとかそちらの方が胎児に対して危険児を誘発するだから 化学調味料、あるいはう、うま味調味料ですね。グルタミン酸ナトリウム、グルタミン酸塩とも言いますけれども、ナトリウムなどの塩がついた化合物ですね。う、え、ま、ー、味の主成分として、世界で初めて日本人がですね、発見したうま味でございます。これがなぜか誤解されていてですね、えー、まあ、味の素っていう会社が、まぁもともとそれをきっかけに創業された会社なんですけれども、 味の素は体に悪いと思ってる人たちが未だにたくさんいることについて驚愕を受けている。以前ですね、もう本当に国民的なグルメ漫画として有名になった美味しんぼまあ美味しんぼって僕も愛読者ではあるんですけど、美味しんぼ見てると結構とんでもない、とんでも説みたいな、なんか、 スーパードライはビールじゃないとか、マイクロソフトは悪の帝国だとかですね、もう爆ードホップ以外の原材料を使ってるものはビールとは呼んではダメだとかですね、もう数々のね、えー、とんでもの説をですね。<laughs> 巻き散らしてててる漫画だっていう風に言われております最僕はあの直接お会いしたことはないんですけど、カリ哲さんってあの原作者の方はですね、非常に激しい方らしくて、あの、小学館の漫画の編集者の方々何人かお知り合いいるんですけれども、そちらの方々から武勇伝をたくさん聞いております。非常にあの個性豊かな方らしいんですけれども、まあその変人はですね、カリア哲さんのオフィシャルサイトと、 あとですね、コンビニで、えー、レンカ版の漫画コーナーってあるじゃないですか。安い漫画コーナー、その焼き直しみたいな。で、美味しい棒もそういうコーナーあるんですけど、そこになぜか、おまけで、カリ哲テさんのコラムがついてるんですけど、そこの、もう内容がものすごい激しすぎて、めちゃくちゃ面白いんで、あの、機会があったら、コンビニでですね、あの、美味しい棒買って、カリ哲テさんのコラムを読むとですね、まあ、よっぽどこれ、苦労したんだろうなって、あの、花崎明さんっていうですね、えー、漫画家さんの方が編集者的な立場で、この カリア・デッさんの人格をですね、カイバラ・ユーザンと山岡志郎にこう分化して書いてるっていう。なんかもう、すごい傲慢で激しい部分はカイバラ・ユーザン。そして、繊細でですね、青臭い部分は山岡志郎。そして、ちょっとした優しさを持ってるらしいんですけど、これがですね、栗田優子さん。でも、とんでもないバカなことをやるのは富副部長みたいな感じであれ、全部カリア・デッさんのですね、人格を皆さんが楽しめるようにですね、分解してあそこの中に入れてしまったっていうのが真相らしい。 あの、非常に面白いんですけど、それだけやっぱり影響力があった漫画なんで、僕だって信じてましたもんね。京都の大地っていうすっぽん屋さん、1度近くまで鍋の温度を上げてですね、一気に炊き上げるから美味しいみたいなやつある、あるじゃないですか。あれはでも本当にそうなんですよね。大地さんともう亡くなっちゃいましたけど、そこで修行して,てた方がですね、独立された東京の赤坂にあった佐久間っていう本屋さんとか、えー、本当にあの鍋をですね、鍛えて、もうほんと7、8割は割れてしまうらしいんですけど、何個か助かるらしいんですよ。それを使って、 鍋を作るんですけど美味しんぼではですねその鍋の中にですねすっぽんのエキスが入ってるからご飯と水だけで炊いてもですねすっぽん鍋になる丸鍋になるすごいんだみたいな話があの出てくるんですけど俺マジで信じてましたけどそんなことあるわけないよねっていう陶器の鍋でそこに染み込んでんのか本当にっていうまあだから割ととんでも漫画で始まったのになんかいつの間にかなんか国民的グルメ漫画になっちゃってみんなあそこに書いてあること本当だって信じ込んでしまってるっていうのがまあその現象がも 面白いんですけどそのの最たるものがこの味の味でございますよこれね、僕、友達ともね、殴り合いの喧嘩になりそうになったことがあるんですけど、だって、昆布の主成分はグルタミン酸じゃないですか。だから、だって、池田さんってね、味の素のね、元々作った人が、その、旨味をその発見した時も、要は、昆布の主成分として発明というか、抽出してですね、これが旨味の素だったんだっていうのを、こう、あの、発見したわけですから、 同じなわけです。で、これね、やっぱね、1920年代、30年代に、あまりにも、その、科学に対しての不信感が広まってしまったのが背景にあると思うんですね。アミノ酸って、D 体と L 体っていうですね、光学異性体ってのがあるんですよ。鏡で見ると、右と左がこう逆になるじゃないですか。あれと同じでですね、化学式は同じでもですね、立体構造が違うっていうアミノ酸があって、なぜかですね、 普通に化学合成をすると D 体と L 体が半分ずつできるんですけど、これね、野よりりりょうじ先生かなえー、ノーベル賞を取った科学者がいるんですけど、彼のチームが中心になってですね、不正合成といって、化学的にも片方のその自然界で、自然界のタンパク質が合成できる方のアミノ酸だけをですね、化学合成する方法が見つかってですね、昔はそういう,こう D 体と L 体が混在していることによって、えー、D 体と L 体でですね、こう反応が違うアミノ酸とかですね、化学 物質があったんですけれどもこういうのが結構、例えばサリドマイドっていうですね、分子があったんですけれども、こちらは睡眠薬として使われてたのかですね、天然の成分の方は大丈夫だったんですけど、こう、整合性しないとですね、半分、うん、別の、こう、 高学異性体の方も発言してしまってですね、そちらの方が胎児に対して奇形児を誘発する。だから、寝不足のこう、妊婦さんがですね、飲んでたらですね、奇形児がいっぱいで,できちゃ、きちゃったみたいな、そういう事件があったりとかして、高学異性体の問題っていうのがすごく社会問題になったんですよね。まあそういったこともあったりとかして、そのなんか工場で作られる、その旨味成分に対するその懸念みたいなものが、ものすごく広がった時期があるんですよね。で、これ、旨味がじゃあなんでこんなに長い 間発見されなかったのかというのは旨味単体だとほとんど味感じないんですよね昆布とか鰹節で出汁を取って、えー、見たらわかると思うんですけどもう塩とか入れずに、えー、お湯とかその水でですね出汁をこう取った後の味をちょっと味見してほしいんですけどまあ、多少味はするんですけどうめえなって感じではないんですよでもそこに塩をちょっと入れてあげたり醤油をちょっと垂らしてあげたりするとめちゃくちゃうめえってなるわけですよ これが旨味の正体で、日本人って昔からその旨味をすごく大事にしてきた,きたし、まあなんとなくこう経験でですね、昆布と例えばカツオの合わせだしを取るとですね、めちゃくちゃ味噌汁がうまくなるとか、そういったことをですね、あの皆さんがやってたんで、えー、その味の素も、あの、グルタミン酸ナトリウムが、これが旨味の本質だったってこと,もことが分かったっていうのは、それはまあ必然のことなんですけれども、要単体で味の素を舐めても、大して別に味しないわけよ。 ですよだから、みんなね、入れすぎちゃう。それがね、一つ、なんか、味の素食べると舌がピリピリするとか、味の素入れすぎのラーメンはピリピリするとかいうのは、ピリピリするのは入れすぎだからなんです。それは醤油でも塩でも何でもそうですけど、入れすぎるとピリピリしますわ。当たり前ですわ。入れすぎたら体に悪いの。当たり前ですわ。 ということで、味を感じにくいんで、単独だと味を感じにくいんで、例えばラーメンに、まあ、本当にだからね、あの、ジロ系のラーメンとかだとですね、もう本当に大さじドボンみたいな感じで入れてますけど、あんな入れる必要ないんですよ。ほんと耳かき一杯だい、たいラーメン一杯の旨味は、本当耳かき一杯で十分っていうふうに言われてます。だから僕はあの、味の素を使いたい人は、ぜひですね、味塩おをお勧めします。 味塩というのはですね、いい感じにあの、味の素と塩の分量がですね、比率が黄金比になってますんで、あれを使うのが僕一番いいと思います。まあもちろんあの、ウェイパーとかですね、ソーミシャンタンみたいなやつでもいいんですけど、とにかく、ああいうのってめちゃくちゃうまくなるんですよ。 で、次にですね、実は、その、グルタミン酸の次に発見された、あの、単独で発見された旨みって何だっかっていうと、グアニル酸なんですよね。グアニル酸は、シイタケとかの、キノコ類の旨みですね。で、グアニルって、要は、グアニンですよ。まあ、つまりだから、DNA の、 配列で ATGC ってありましたけれども G ですで G にあたるものがグアニンなんでこれはヤマサ醤油ってところの研究所で発見されたらしいんですけれどもキノコのその旨味の本質はこのグアニル酸にあったということでグアニル酸が単独で分離されこのヤマサ醤油はですねグアニル酸をですね大量生産することになるんですけれどもこの大量生産技術が実はそのメッセンジャー RNA ワクチンあの新型コロナウイルスで大バズりしましたけれどもこの新型コロナ ウイルスのワクチンを作るためのメッセンジャー RNA の原料としてヤマサ醤油がこのグアネジ酸をですね大量に供給しているまあグアネジ酸以外のですねこういった RNA を作るための部品をですね供給しているなんていう話もありますでここでまあ、衝撃の事実が実はそのグアネジ酸を発見した研究者の方は そこにあの、やっぱ同じ旨味の元としてですね、えー、グルタミン酸があったんですけど、それをなんか誤って混ぜたのかなそしたら、旨味がさらにこう、それぞれ単独の場合の7、8倍になっちゃったということでですね、実はこれ、旨味って全く違う、えー、タイプのですね、旨味をこう、要はアミノ酸系の旨味と、グアニン酸というのは核酸って言うんですけれども、こういった DNA とか RNA の原料になるっていうことで、旨味を動物はどうやら感じるようにできてるんですけれども、この核酸系の旨味とアミノ酸系の旨味が 合体するとですねさらに旨味が倍増するということで実は鰹節とかそういったあの魚とか肉とかの旨味のもはイノシン酸って言うんですけれども貝類だとコハク酸っていう旨味がありますけれどもこういったコハク酸だったり、えー、グアニル酸だったり、えー、イノシン酸だったりグルタミン酸こういったものがですね重合してこう旨味を作っていくということで例えばあの鰹と昆布合わせだしの味噌汁なんかもう旨味の爆弾みたいなもんですけれどもああいうのはですねその7、8倍に やっぱ増幅されてるこう旨味の二重層三重層、これがですね、旨味を形作ってんのかなというふうに思います。工場で作られてようがですね、自然界で作られてようが中身は一緒なので、旨味の中身は一緒なので、工場で作られた味の素が体に悪いっていうのは完全に迷信でございますので、こういうこと言ってるやつがいたらですね、頭がおかしいと思った方がえいいと思います。